ジョージ・ケネディはアメリカ合衆国の俳優。ニューヨーク生まれ。ニューヨーク生まれ。父・ジョージ・ハリス・ケネディはニューヨークプロクター劇場のオーケストラ指揮者であったが、ジョージが4歳の時に亡くなった。母・ヘレンはバレエダンサー。2歳の頃から舞台に出演し、後にラジオで活躍。第二次世界大戦中に従軍し、16年間所属していた。最終階級は大尉。 女体後、エンターテイメント業界に戻り、テレビシリーズのテクニカル、アドバイザーとなるが、テレビや映画に出演するようになる。1967年の、暴力脱獄でアカデミー助演男優賞を受賞。当初は悪役として有名であったが、1970年代に制作された多くのパニック映画に、救世主的な役割で登場した。特に、 エアポートシリーズ全作品に出演して有名である。人間の証明、復活の日など、日本映画にも出演している。吹き替えは、若山玄造、小林清大宮定司とみ田構成が担当している。2016年2月28日、91歳で死去。ありがとうございます。